皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は植え付け用土による生育の違いを確かめる実験動画の2回目をお届けしますパンジーの苗をプラグトレイからビニールポットに植え替える際に市販の培養土や腐葉土を使ったものなど異なる4種類の植え付け用土を使いました前回の動画から約1週間が経過したので現在の株の状態をご覧いただきますちなみに ビニールポットに6と書いてあるのは品種を間違えないようにするためですこれはパンジーナチュレブロンズシェードですまずは全体の生育具合を比較してその後個別の植え付け用土についてお話します園芸ガーデニングに興味のある方はぜひ最後まで動画をご覧ください <music> まずは全体の生育具合を比べてみましょう。真上から株の状態を撮影しています。左から2番目が市販の培養土。その右隣が赤玉土と腐養土を混ぜたもの。そして一番右が赤玉土とバーク大肥を混ぜ合わせた植え付け用土です。一番左はおまけとして鉄処理をしたココピートに植え付けたものです。まだ植え替えてから1週間ほどしか経過していないので、 そこまでの強いて言うならバーク堆肥を使ったものの生育が良さそうです初期肥料が含まれている市販の培養土の方が生育が良くなるのではと予想していましたが少し意外なスタートとなりました続いてそれぞれの植え付け用土についてお話しします まずは市販の培養土からです。パンジー・ビオラの土という商品を使っています。ピートモスやココピート、タイヒなど有機質の原料が多く配合された培養土ですね。かなり保水性重視といった印象を受けました。この培養土はパンジーやビオラに適した pH に調整してあったり、初期肥料が配合されていることでスムーズな生育が期待できます。 個人的にはあまり市販の培養土を使うことがないので、どれくらい生育が良くなるのか楽しみにしています。葉っぱがピンと立ち上がっているのは、肥料が効いているということなのかもしれませんね。続いてご覧いただくのは、赤玉土7、腐葉土3の割合で混ぜ合わせた植え付け用土です。 腐葉土は少しハサミで細かくしてから混ぜましたこの植え付け用土は基本の園芸用土として幅広い植物に使われていますとても水はけが良くたっぷり水をかけてもスッとはけていきますまだ肥料は与えていませんが思ったよりもスムーズに生育し始めていますね詳しくは前回の動画をご覧いただくとわかりますが少し大きくなりました 初期生育では市販の培養土に劣るだろうと予想していましたがいい意味で裏切ってくれましたね続いてご覧いただくのは赤玉土7バーク対比3の割合で混ぜ合わせた植え付け用土ですこちらもスムーズに生育し始めています先ほどお話しした赤玉土7腐葉土3の 腐葉土の部分をバーク堆肥,肥は腐葉土と比べて炭素率 CN 比が高いので肥料成分が取り込まれやすい特徴がありますよって初期生育は少し遅れるかなと予想していましたがこれもまた外れましたむしろ状態は一番いいくらいです ビニールポットに切れ込みを入れるなどの工夫をしたことで、水はけに関しても問題はなさそうです。不要度と同様に、スっと水がはけていきます。最後にご覧いただくのは、鉄処理をしたココピートです。別の動画で、ココピートのアク抜きにスチールールを使えないかということで実験したものを使いました。 初期肥料が含まれていないということもありますが植え替えてからあまり大きくなっていませんかといって葉っぱに異常が出るといったこともないのでいいのか悪いのかの判断はまだできませんねココピートのアク抜きと二化鉄の生成という一石二鳥の効果を狙った実験だったのでできればうまく育ってほしいなと思っています今後肥料を与えることでどのように生育に変化が出るのか 楽しみに見ていこうと思っていますそれでは今回の動画のまとめです植え付け用土による生育の違いを確かめる実験の2回目をお届けしました植え替えてまだ1週間程度しか経過していないので目立った違いは見られませんが思ったよりも粒状の用土主体の植え付け用土が検討しているなと感じています まだ肥料を与えていないのでスタートは市販の培養土の方がいいだろうと予想していましたが当てになりませんね地上部が動き出しているということは根も落ち着いてきているはずなので市販の培養土以外のものには水で薄めた液肥を与えていきますそれによって生育がどう変わっていくのか楽しみに見ていこうと思っています次回は5号鉢に植え替えをするタイミングで動画を撮影する予定です 興味のある方は次回も是非ご覧ください。